はい、無理口と一生懸命マリオカートいただくしております。よろしくね、やっていきますということで、1レース目。ワルスタ、質問。好きな寿司とネタのラーメン教えてください。血液型は何？10万人到達した自分へ一言といただきました。で、まず血液型は A 型やな。で、好きな寿司のネタは、コーン、サーモン、そのあたりやな。うん。めっちゃ子供です。サラダ軍艦とかも好きやな。で、10万人に行ったら、ネリックスからいただきましたけど、10万人行った一言、まあ、ようやったな。10万人おめでとう。10万人おめでとう、俺っち、ようやったわ。うん。毎日休まずやってると思うんやけど、お前はそこがすごい。みんな休んどるよな、大体な。周りの同業者はな。でも、お前は休んでないよな。一回も、一日も。うん。すごいぞ、普通に。あお、バカ。まあ、ということで、いっぱい質問くれてありがとうな。必ず10万人達成します。皆さん、今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いしますというところで、集中して2週目をやっていきたいな。みんな質問ありがとうな。質問の数が200件以上超えてきて、どう考えてもさばきやん量になっていたんやけど、まあまあ何とか楽しく毎日やらせてもらいますわ。質問もこまめにちいち読ませてもらうんやけど、どう考えてもしばき合いがすごいので、前に出れない。もう前に出れない。前に出ようもんならブーメラン、なんでもかんでも、これブーメラン、バナナ、ファイヤー、これもむちゃくちゃですよ。しばき合い、しばき合いもな。赤さんおるし、くれ、お願いします。神、早く赤コーラ捨てろ、お前頼むって。ははぁ、意味がわからない。お前、10位から赤コーラ投げてくるやつがあるか、お前この野郎。待ってくれよ、開始早々これかいな。赤コーラ投げへんし、お前は何のために赤コーラを投げへんの。遅いねお前。これ俺に投げんの、これも。しばき合いがすごい、しばき合いがすごすぎる。怖いし、こいつ。ほんで普通に前のみ、もう怖いってばかな。怖っ、もう意味がわからん。なんでこんなに俺がしばき合いに参加しやないかんの、これ。スター出んのおせえしよう、ほんまに。もう信じらん。もう次、はい、次。スイキャニだな。頑張って走ります。このコースは、まあ、注意コースかな。打開コースとは言われるけど、結局、最後にキノコ持っとった人が勝つイメージだから、キノコを注意体で持つこと、これが、勝利の条件かなって思うけど、まあ、打開するんだけど。はい、惜しい。はい、惜しい。緑か、また緑か。コイン集めやなかんな。コインが集まってなければ、正直言って弱いからな、マリオカート。コイン取って、コイン取って、コイン取って、コイン取る。はい、でそうやな、こっからなんやけど、このスターを持っていくか否かなんよな。まあ、持っていくか、持っていこうか、せっかくやし持っていこうかっていう感じはするな。落ち着いて来い、残しとこか。やばい、やられた。止まるわ、じゃあ止まるわ。危ない、怖いな。キラ強くない、さすがにキラ強くない。コイン取ってから撃って、もう最悪。おもんな、普通に面白くなさすぎる。やばい、待てよ、すぐ撃つわ。これワンチャンあるんちゃう、これ。ガチもした。いや、これ絶対もらった、絶対勝つよ、絶対勝つ。カネッチ勝負、やばくなったら使う、やばくなったら使う、やばくなったら使う。落ち着いて集中しろ、もう盗むなよ、もう嫌よ、盗むの嫌よ、普通に。これ最後、初とか打ったら勝ちなんじゃないか。1位でカネッチに割らしてから、1位でカネッチが割った瞬間にこれ打つでよくないか。どうそれ、それでよくね。
あえー、勝ちもした。しかもトゲ俺じゃない、イエイ神だから、よっしゃオッケー、うまいこと決まりました。あの結果良ければ全てよっしゃ、うん、はい次、スカイガーデンやな、しっかりと走っていきます。頑張ります、頑張るしかないのでね、俺っちくんは10万人本当に目指してますからね、よろしくお願いしますね皆さん。打開、打開します。理由は注意大戦争、注意隊被弾祭り大戦争に絡まれたくないので、コイン10枚取ってスタートって無敵でギューンと上がっていく作戦やな。プリプリプリ、オッケー、失敗、落ち着けよ、コインを取れ、コインを取れ、あーラッキーラッキーラッキー、コインラッキー、コインラッキー、コインラッキー、よっしゃこれでいこうか、これでいこうか、コイン10枚、これではいけやんがな、これではいけないがな、どうすんのこれ、また俺揉まれるよこれ、こうこうこう、ああり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 、じゃあこれでこれを次の交換スルーして、ここスルーして、ここショートカット入れて、この後9位で割ってスター吐くっていう感じで、やばいやばい、ちょ行って行って、オッケー、くれー頼む、強い、強くないかこれ、行くで、くれー後ろ、あれが好き、めっちゃ好き、木野さんでの強すぎる、さすがに強すぎるんじゃないかこれは、神高い炸裂なんじゃないかこれは、やばい、やったやったな、やってないな。ということで森口翔で初見目くんスカイガーデン神高い天才決まったな、うん、アイテムがシンプルに強かったな、あとコイン10枚で走り続けられたら、まあ文句ないね、うん、優勝いいやいいや、はい次、部屋を変えてラストリンリンメタル頑張って走っていきます。神高い見せます、どうぞよろしく、鬼は過ぎます、よろしくね、鬼は過ぎる本当に、このコースはタイムアタック、実況前のタイムアタックとかでもいっぱいタイムアタックするし、本当に鬼は、ほんまに鬼はです、よろしく、鬼は、オッケー、コインを取る、オッケー、やばいよ、ごめんごめん、リカチリカチ助けてもらえ、助けて、オッケーオッケーオッケー、前投げて救われてリカチに救ってもらって、こっからやな、コインは10枚なんで、木野さんスター所望、オッケー、これで上がっていこうかな、これで上がってってって感じにしようかな、強いところで入れる、強いところで入れます、2周目のここで入れようかな、イメージとしては2周目のさっきのアイテムボックスでスターを入れるイメージでガッと上がってはいきたい、危ない、さあ集中して、危ない、8から7、いろ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 っていうか9位から上がってきたんだ俺、9位から上がってこれている、さあ行くよ、うまいこといくよ、はい、よ、うまいことうまいこと、あ、イカスミランナー、ちょっとイカスミ入って、さあ計画通りの場所でスターを吐けるんじゃないかなっていう、あぶね、何してんの、2スターあるで、もう一回待っていい、もう一回待っていい、これもう一回待つわ、待てよ、お願いします、神引いといて、ない、いやさすがに打開がうますぎる、鬼はすぎる、鬼はすぎるけど、トゲコヤンが心配だけど、まあこれは勝つかな、俺がうまいから、うまいね、後ろ投げといて、やばいやばいやばい、ごめんなさい、いやこれ文句なしでしょ、正直文句なしじゃん、これ文句なしなんやけど、俺の中でスルーラッキースルーラッキー、トゲ効いた、だがしかしトゲは俺に間に合うけど、おいしい、うまい、完璧、うん、今日は言うことないな、しっかりいい映画撮りました、うん、まだ会おう。